最終地点へたどり着いた私ですが、まだ全然集まっていないようです。しかし今日はいい日です。お友達ができましたし、気になる男の子もいたのです。気になるあの男の子、血だらけでボロボロでした。また会いたいです。その時です、空からあの男の子が降ってきたのです。やっぱり今日はいい日です。あれはさっきの緑谷いづくくん、これはチャンスです。千載一遇です。仲良しになりましょう。もっともっとかっこよくしてあげます。トガです、いづくくん。5分経ちました。行きますよダビ。ごめんねいづくくん、またね。俺たち海脈行動隊はこうして逃走に成功した。最後の最後でコンプレスが妙なレーザーに撃たれたが、回収対象は依然手の中、問題なしだ。マスキュラーをはじめこちらの何人かがやられたが、アドバンテージはこちらにある。虚ろにまみれた英雄たちは確実に地に落ち、超人社会に軋轢が生じるだろう。俺たちの完全勝利だ。海脈行動隊が爆豪を回収して戻ってきた。さて、さあ始めよう。海脈行動隊が爆豪をさらいアジトに戻ってきた。世間は雄英叩き一色、結果が全ての世の中だ。奴らは守れなかった、当然だ。さて連れてきた爆豪君はきっと俺たちと分かり合える。仲間になればもっと輝ける舞台があるって教えてやろう。その前に拘束を解除してやろう。これはスカウトだもの、対等に扱わなきゃな。俺たちの戦い、問いはヒーローとは正義とは何か、一人一人に考えてもらう。俺たちは勝つつもりだ。君も勝つのは好きだよ。
駄だよ。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。そこはもう曲がらねえ。そういうこったクソカス連合。レディークラッシュ。やっとファーストアタックだ。要は嫌がらせしてから仲間になってくださいだろ。無駄だよ。じゃあできれば少し耳を傾けて欲しかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ。仕方がない。悠長に説得してられない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、しがらきトムラ。覚悟はどうやら俺たちの仲間にならないらしい。